皆さんこんにちは。今回の動画は来週家族で2泊3日の車中泊に行く予定があるので、ワンちゃんたちの荷造りをしていきたいと思います。はい、それでは準備していきたいと思います。主にお出かけするときに持っていくのはこんな感じです。それでは詰めていきたいと思います。まずベッドシーツです。何かあった時のために一応持っていきます。タオルです。汗拭く時とかに使います。お出かけ用の首輪です。おしゃれなやつですね。シャンプーも小分けにして持っていきます。タオルです。いい匂いがしてなんかサラサラになりますね。これこのポーチの中身が袋類が入ってます。何かあった時に使えるように。ポケットティッシュ、お気に入りのおもちゃ持ってきます。カラビナなんですけど、何か使うことがあれば。じゃあこれが欲しいな。これクリームチーズの容器なんですけど、この中には蜜のお薬が入ってます。これ心臓のお薬で、メトメリンってお薬ですね。あと急に耳とか痒みが出た時のためにプレドニンってお薬と、プレドニン飲む時に一緒に飲むグリチロンっていう肝臓の数値を上げにくくするお薬も一緒に併用して飲んでます。これはもう絶対にお出かけする時は一緒に持ってってます。こんな感じで次はご飯の準備をしていきたいと思います。それではご飯の準備をしていきたいと思います。うちではミツもディオネもヘルもプロフェッショナルっていうフードをあげてます。味はサーモン&ライスで、アレルギー持ちのミツでも食べられるフードです。おミツは1日3回1回 65g をあげているので、そちらの方を準備していきたいと思います。ミツ分と余分に何袋か作って持っていきたいと思います。ミツのご飯の準備ができました。続いてディオネのご飯の準備なのですが、ディオネは食べる量がちょっとバラバラでわからないので、ミツと同じ 65g の袋を何個か作っていきたいと思います。こんな感じで準備ができました。続いてディオネの手作り食を作っていきたいと思います。それでは作っていきたいと思います。まずお米1合研ぎます。研ぎました。おじやにするので水ちょっと多めに入れて、鰹節をほんのちょっとですね入れて、このままちょっとこれは置いておきます。続いて鶏肉を切っていきます。2kg 1280円の鶏肉です。ディオネは鶏肉が好きなので、最近は鶏肉をメインで作っています。鶏もも肉の塊を今日は3つほど使っていきたいと思います。ディオネは鶏肉を細かく切ってあげると食べるので、これを全部細かく切っていきます。大きく切っても食べるときはあるんですけど、ちっちゃく切った方がスムーズに食べてくれるので、ちっちゃく切ってます。本当にこんな感じですごいちっちゃく切っていつも準備してます。鶏肉と中で入れるんですけど、鮭ですね。これ無塩の鮭を最後に入れて、細かく鮭をほぐして鮭おじやみたくして食べるのがディオネは好きみたいです。
鹿の内臓とか鶏の内臓とかも揚げてる時はあったんですけど、なんかいまいち食いつきが悪いので今は揚げてないです。このご飯作りは毎日夜ですね作ってます。お出かけ中はこういったご飯もおそらく食べないと思うので全部破棄しちゃう可能性が高いのですが、少しでも食べてくれる可能性を信じて作ってます。出来上がったら冷凍してクーラーバッグに入れて持っていこうと思います。食べるときはカセットコンロにお湯を入れて湯煎をして温めてからあげようかなと思ってます。こんな感じで切り終わりました。これを火にかけていきたいと思います。蒸し煮にしていくので必ず蓋をして火にかけていきます。火はめちゃめちゃ弱火にします。これぐらいで時間をかけてゆっくり蒸し煮にしていきます。だんだん火が通ってきました。この時にさっきの無塩鮭を入れます。入れてあとはもう余熱で蒸して仕上げていきます。ちょっと見栄えが悪いんですけれども完成しました。常温にして冷凍したいと思います。こんな感じで準備が終わりました。当日は楽しんでこようと思います。